今日午前6時半ごろ、村上市梨の木にある災害ゴミ置き場で火事がありました。警察によりますと、業者が重機でゴミをまとめていたところ火が出たということです。けが人はいませんでした。村上市はゴミの受け入れを中止しましたが、正午から再開するということです。村上市はゴミを持ってくる際は、ガスボンベやスプレー缶、灯油缶など 発火の恐れのあるものは中を空にした上で持ち込むよう呼びかけています。